さあ、皆さんお待たせしました。どうも、飛び石連休の藤井ページです。毎週ですね、いろんな方にゲストに来ていただいて、あれやこれやと、聞く生配信をやってるんですけれども、今回ですね、一風変わったゲストの方が、出てくれるということになりまして、早速登場していただきましょう。今夜のゲストはですね、マシンガンズ滝沢の奥様の滝沢由紀さんです。どうぞ。よろしくお願いします。なんか、はい、皆さん期待してたのに良かったんでしょうか。いやいや、めちゃめちゃ期待値高いですよ。すごいですよ。そのマジでいつも全然ね、いや、そんなにリツイートされたりとかいいね押されたりすることないんですけれども、はい、ここ数ヶ月で一番でしたね。あ、はい、本当ですか。うん、ありがとうございます。まあ、予想外なのもあったでしょうけれども、はい、はい、まあ、お誘いしといてこんなこと言うのもあれなんですけど、はい、正直出てくだ、はい、もう普通に、あ、いやいや私は大丈夫ですみたいな感じで言われるかなと思ったら、まさかいいですよみたいな感じだったから、もう何でも受けますっていう心持ちでいつもいますので。最近ね、そういう表に出る仕事とかもしてらっしゃいますもんね。そうですね、なんか、うん、家族も。よかった、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近ご主人どえらい人気ですね、これね。え、おかげさまで。あまりの忙しさにびっくりしています。あ、やっぱめちゃくちゃ忙しいですか。そうですね、今ほとんど家にいないっていう感じで、うん、夜も遅いし、はいはいはい、時々午前中とかいることはあるんですけども、はあはあ、それでもほとんどいない方が多いです、じゃあちょっとゴミ清掃の仕事行ってる場合はないですね、ほんなら。でもたまにそこの時間が空くと、うん、休まずにゴミ清掃に行くんですよ。うわー、偉いな、ちゃんと。やっぱりちゃんと現場を見たいっていうのがあって。真面目だな。はい、すごい素晴らしいですよね。でもね、実際ね、生の最新の現場をね。あ、そうです、そうです。そこを見ないとやっぱり言えないっていう。素晴らしい。そもそもあれですか、もう出会いは何年前なんですか、はい、旦那さんと。出会いはもうだいぶ、21年。え、ま、2002年。そのくらいですね。そんな前なんだ。まだ20、夫は20代です。あれですよね、こういうとあれですけど、その、はい、マシンガンズが決して調子がいい時期じゃないですよね。まだ太田プロにも入ってない、うん、前の事務所が潰れて、はい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 、はい、でこのあとどうしようって言ってるぐらいでした、うん。それはまあ普通に飲み会とかそういう感じですか、出会ったのは。あ、そうです、そうです。なんか高円寺で、うんうんうん、300円ぐらいで見れるライブに出てたんですよ。え、高円寺会館とかですかね。あ、そうです、そうです。うわ、知ってます。今はないんですけど、今ザ高円寺っていうね、綺麗な劇場、はいはい、昔ね、もう本当体育館みたいなね、ボロボロの建物ありましたよね。そうです、そうです。で、うん、意外となんか10組ぐらいで、うん、10組以上出てるライブで、うん、でももう300円で見れるのは楽しそうだなと思って、うん、見に行ってたんですけど、もうあんまりお客さんと芸人さんのこう隔たりというか、うん、そういうのがないんで、割と飲み会もどうぞ来てくださいみたいな感じで、うん、あれですよね、まあそんなに言うてもお客さんいっぱい入ってるわけじゃないですよね、きっとね。そうですね、なんかその、うん、まあ、でも 2,30 人ぐらいはいて、うんうん、それでなんかどうぞ飲み会もみたいな感じだったんで参加して、うん、でも最初はいなかったんですよ。なんか後で聞いたら、うん、その時の彼女がすごい厳しくて飲み会に来れなかったって言ってたんですけど、だから1年後ぐらいですかね、夫が来たのは。じゃあこう奥様は要はライブも見に行くし、まあその後ちょっと打ち上げも参加するしみたいなのが続いてたんですね。あ、そうです、毎月1回のもうやっぱり打ち上げもすごい楽しかったんで、あ、やっぱり芸人さんだから盛り上がるのが楽しくて。それはもうそのライブだけ、他にもお笑いライブ足運んだりとかは別になかったんです。その時はそれだけ行ってました、うん。そもそもあんまりそのお笑いライブに足を運ぶって結構稀な人じゃないですか、うん、言っても。そうですね、うん、いや、お笑い好きやったんですね前から。お笑いはそう、すごく好きで、うんうん、
ちょうど私が20代最初ぐらいにもうダウンタウンさんとかがすごい時だったんで、もうそれを見てた時代だったので、もうお笑いすごく大好きで、でダブルコウジさんが特に好きで渋いっすね、うん、なんかラジオとか聞いてました。え、ご出身は東京ですか？そうですね、あの江戸川区で、 はい。ほんでしばらくしてから滝沢がその飲み会にも現れるようになるんでしょ？なって、でそれでこう話すようになってっていう感じです、うん、それはあれですか、タッキーからお付き合いしないかと。いやなんかすごい人見知りじゃ、なんかさ、ちょっと人見知り感ないですか？わかんない、ちょっとシャイな一面見せる時ありますよね、うん、なのでなんか最初もそんなに話すわけでもなく、人見知りだからこれ、うん、あれ例えばお酒なしで喋ったら、うん、持つのかねみたいなことをちょっとお互いでその時飲み会に話して何それ、おうほうほうそれでちょっとドトールとか行ってみようみたいになって、あ、何それ、やだ、うん、なんかそれで、まあ、後日ドトールみたいな、もういや、なんでそんな話なんでな、もう酔っ払って、あの約束した時に酔っ払ってるから、その流れがいまいち、私もなんでそんな流れになったんだろうって。なるほどね、まあ、酔っ払って楽しく喋ってたから、これ酔っ払ってるからかなみたいな確認作業があったんですね、はい、そうで人見知りだよねみたいな感じで、うんうんうん、いやそうでもないよみたいな感じで、ほう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 、いいっすね。じゃあシラフでちゃんと喋なんかこう喋りが続くのかねとかなんか言って、じゃあ行ってみようかみたいな感じで。でもあれでしょ、後日でしょ？後日です。しかもその当時っつったらあれじゃないですかね、まだそんなメールとかしない頃じゃないですか。うん、そうですね、ない、まあ、要は携帯とかみんな持ち出して電話で、はい、はい、そうですそうです。うわ、ドキドキする。まだショートメールとかが始まったぐらいです、うんうん、うん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 。でもまあシラフでもちゃんとお話できたわけですか？ でも1時間後には居酒屋行ってました。あらまあ、結局いや、いいじゃないですか、素敵な流れじゃないですか。結局飲みに行ったっていう、うん、でまあ、まあ、何回か飲みに行くうちに、うん、あの特に付き合ってくださいとかはもうなかったんですけど。何それ、なかったんですよ、うん、なんかいや俺たち付き合ってるのでいいよねぐらいの、なんかで私はあれこれ付き合ってるのかなっていうふうに思ってた時に、うんうんうん、当時そのライブに出てた芸人さんが自主ラジオみたいな感じのやってて、うん、へえ、ほうほうほう。でその時に、いや俺 の彼女がさみたいな感じのことを言って、私の話をしたんで、うん、ラジオ内で、ああ彼女なんだみたいな。何それ、ちょっとあの野郎なん彼氏ずらしやがってその話は言ったの？後日ちょっとラジオ聞いたけど私のことを彼女って言ったみたいな。あ、なんか言ったと思います。あ、彼女でやっぱり、うん、いいんだねみたいな感じで、そのおう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 みたいな、なんだそれは、なんかちょっと適当なノリのとこあるじゃないですか。適当なというか、まあ照れてるんやろうけどね、きっとね。な、うん、なんか話聞いてんだか聞いてないんだか分かんないよな。やだ、もう何それ、 うなずきあるじゃないですか、よく。いやいや、あの、そう、あの、じゃあいい、もうあんま言わなくていいよみたいなあれでしょなんか、あ、もうそうよみたい な、 なんか、え、それはその奥さん的には全然構わなかったの？そうやってそっちがそう言うなら私も彼女でいいよみたいなこと？あ、っていうか、なんか私はなんか、うん、ちゃんとこれ付き合ってるって感じじゃないと嫌だなって思ってたんで。そりゃそうでしょ、そりゃそうだよ。もう、うん、だけどなんとなくこう6歳上っていうのがあって、あ、6個も上なんですね。なんかそんなの全然、あ、ちょっとなんか見た感じ全然さっきだよりしたかなと思ってました。あ、いえいえ、上だからなんかちょっとこう言いづらいというか、うん、ちょっとガツガツしてる感じだったら嫌だなと思って。いや、なんかその辺の女心分かってない、滝沢ムカつくね本当、うん、それで家なかなか確かめられなくてっていう感じ、うん、あ、そうなんだ。で、まあ結局その下りがあったから、じゃあお付き合いを。 あ、そうだ、あ、よかったと思って。うん、別にその芸人と付き合うこととか抵抗なかったんですか？まあ、さっき言ったけれども、そんなに忙しい時じゃないじゃないですか、うん、マシンガンズ。あ、そうですね、うん、で私があんまり、うん、あの結婚
婚願望があんまりなかったんですよ。なるほど、うん、だからそんなにもし結婚願望があればちょっと絶対選んでなかったと思うんですけど、うん、なんかやっぱいろんなことを考えていやそりゃそうですよ、普通若手、うん、売れてない若手芸人選ばないですよ、ま、で事務所も入ってるわけじゃなかったし、うんうんうん、なんかこう頑張ってコツコツやるタイプなのかもちょっとは最初だから分かんない、分かんないですよね、うんうん、だけどなんか それ結婚願望があんまりなかったんで、うん、そこはあんまり考えずに行きました、うん、ああそうですか、うん、でもまあその後ねエンタの神様出るようになったりとか、はいはいね、忙しくなった時期もあったでしょうし、うん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 、でもそれから聞いてると結婚したタイミングが結構その後じゃないですか。そうですね、6年半付き合って結婚した感じです。はい、6年半ってことはまさにエンタとか出てるような時ですかね、うん、そうですそうです、ちょうど、うん、ちょうど結婚したてぐらいの頃だったか、うん、ちょっとしてからエンターの神様に 出た頃です。うん、じゃあもうマックスめんどくせえ婚じゃないですか。あ、もう一回お願いします。そうですよね、そうですよね。マックスめんどくせえ婚じゃないですかって言ったんです。もう一回言いますね。あ、じゃあ、 あ、またお願いします。マックスめんどくせえ婚ですねって言って。ああもうそうですね、すいません今回も言わせちゃっていやめっちゃ今の3回言うたらめっちゃ恥ずかしいです俺マックスめんどくせこんですでまあその後、まあ、本人にもねいろいろ話聞いたんですけどこの配信でね、うんうん、でやっぱりちょっとそのブームがすぐ落ち着いてしまって。そうなんですよ、ね、ちょうど東日本大震災が、うんうんので、うん、ちょっとお笑いっていう雰囲気じゃなくなっちゃったんですよ、うんうん、そうそうそう、